皆様こんにちは。7月27日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の時間足でございまして、今日は私ドル円を100等円の4号の売りから、考えました。ところが、朝8時過ぎ、100等円の388が高値で、40台一切触れず、40台打診売りをするというようなお話も朝方したんですけど、全く、届かないまま、下がってしまいました。もともと利食いを100等円の丸5で入れておりましたが、安値はここにございますように109円の977まで、結構今日崩れたなという感じがいたしました。このように朝方の、伸びきれない部分ですね、ちょうど8時9時これが一番高値でございましたけど、ここ午前中にそれまでなんとか167で止まっておりましたが、戻りに255で止められて、次に1510が割れてからのちょっと損切りっぽい投げが出たかなというふうに思います。977までタッチをして15の上、瞬間的に169まで戻りましたが、また先ほど10割れということもございまして、結構上値が重たいかなという気はしております。ただし、上値は本当に自分で売ってもいいなと思われるのはやっぱり3540からどうしても上なんですね。なので、今晩上値確かに重たいので100等円の35に売りを置いて、ストップ100等円の55で、ショートの買い戻しは109円の、90銭で考えてみたいなというふうに思います。このドル円以外の通貨をすべて今日は買いで実は考えて、これは本日は、差し値がいっぱい入りました。ユーロドルもユーロ円もポンド円もオージー円も入りましたが、これだけドル円が崩れている中で買いの差し値を入れているので、これちょっとまずいと、串刺しになっている状況で全部差し値がつきましたので、ユーロドルもユーロ円もポンド円もですね、全部一旦損切りをしております。オージー円だけは丸5で買いをさせていて、ついた瞬間ちょっと跳ねてくれたんで丸8でやめておりますが、ただし、全部買い差し値が入った各通貨、その近辺で、買い増しをして、ちょっと戻ったところで全部やめるという、なんて言いますか、綱渡り的な、トレードをやっておりました。ポンドについてもそのポンド円が最初に、152円の10が成立をいたしましたが、このところですね、ここで成立しましたけど、こう流れがいかにも悪い、このまま下行ってしまいそうなので、瞬間的にそのポンドドルを先に私買って、瞬間的に抜いて、7000ぐらい抜いて、なおかつポンド円も最初152円のこの10ができた後ですね、この152円の丸5近辺買って、上でやめ、丸4近辺で売って、今度152円割れで買い戻すで、2円の前半売って98割れで買い戻すみたいな形で、なんとかですね、やられをこう吸収する形でトレードいたしました。ユーロドルについてもそうですね、そんな形でございました。非常に今日はドル円が下がったことで黒線が全体的に重たくなりました。今晩でございますけど、一応ドル円に関しては先ほど申し上げたように100等円の3号の売りで55のストップで109の90で買い戻しを考えてみたいというふうに思います。ユーロドルに関しては朝方 1.17 のこれは85で買いをさしましたけれど、これも結構高いところで買ってしまった形になりましたね。この流れを見てみますと、やっぱり戻り局面で今度 1.1795 近辺はだいぶ重たいだろうという気がします。 1.17、90その手前 1.1790 で売りを、 1.18 の、高値がここで063で、なかなか10をつかないでこう崩れて落ちましたので、1.1805 まで戻ればもうそれはもうショート切った方がいいなという気がします。あとショート買い戻し 1.17 の、65で、買い戻しを考えてみたいと思います。ユーロ円も129円の95で買いを入れて、こちらの方もですね、
このここで勝ってるわけですからね、もう全く逃げるの精一杯という形でございましたが、買ったものは853で損切り、さらにユーロ円に関しては、ユーロドルやユーロ円をこう買って瞬間的に抜いたケースもございました。この80近辺からこうちょっとした戻りとかですね、あとは逃げる、あと下がったところ、129円の60割れのところ、この辺りをちょっと変えたので、瞬間的に抜いたり、その70割れを買って、70超える局面でリグったりとかもして、なんとかですね、トータルで見ればやられが出ない形で逃げ切った形が終わっております。ユーロ円に関しては、ここまでこう崩れてしまうとちょっと上値が重たくなった感じがしてまいりましたので、ダメ元届かない可能性もございますけど、129円の、今日は朝方8.95で買いをさしましたが、オーバーナイトは129の85で売りを、130円台の10でストップを、買い戻しは129円の、55でショートの利食いを考えてみたいというふうに思います。ポンド円です。ポンド円も152円の10の買いを、指しておりまして、152円の10ですからね、ここを買ったらそのままだったら全然逃げ切れないですけど、なんとかこれも、ロングは損切り、あとポンド円は途中ショートを振って、152円割れのところからショートを振って下を買い戻しをかけて、なんとか逃げ切ったという形になりました。オーバーナイトで考えればやはりこちらの方も152円に乗っかるところだいぶ重たそうです。151円の95で売りを、152円の25でストップを、151円の60で買い戻しを考えてみたいと思います。タイドル、ポンドドルですけれども、こちらの方も非常に上値が重たくなってまいりました。 1.38 で売りを、 1.38 のこの30でストップを、これ見ていただくと、その午前中だけ315ありましたが、お昼からは294が高値、あとするとずっとここが30がつかないで崩れております。損切りを置くポイントは 1.3830 はベストだろうなというふうに考えています。 1.38 ちょうどでもし売れたら 1.37、60で買い戻しを考えてみたいです。OG 円です。OG 円も81円の丸5の買いを指して、これが成立いたしましたが、これも成立してそのままにしておくと、もう完全に下へ持ってかれて、感触悪ければ損切らされるという形になろうかと思います。実際問題、私買った81円の丸5の損切りを80円の75に置いてましたので、何もしてなければここで損切りがついた形になりました。なんとか逃げれて正解だったなというふうに思います。これはやはり戻り売り、81円のこちらに関しては15で売りを、81円の40でストップを、買い戻しは80円の、これは65で考えてみたいと思います。タイドルです。 OG ドルですね。こちらの方も、0.73 のこの65のポイント、すごく重たくなったと思います。 0.7365 で売りを、 0.73 の、90で、ストップを、買い戻しは 0.73 の35で考えてみたいです。次はニュージー円です。ニュージー円も朝方76の80の買いを指しておりましたが、これも成立したらもう本当に逃げないとですね、あっという間に下へ持ってかれて50の割れまで下がって、これも私53でマニアックにストップを置いてましたので、これもストップついてる形になります。なんとかこれは81の丸5を買って81の08で即逃げたというのは、これ大正解でございました。今日は腰砕けで、成立してからロングはすぐにやめる、なかなかリグえないものに関しては損切るということで、ロングを全部今日は
処分売りをしてきましたので、これは正解でございました。これもあの戻り売りで、まあ76円の、これはまあできたらですけどね、8号で、売りを、ストップを77円の1号に置いて、76円の、40を買い戻しで、ニュージードルに関しても、戻りが重たいです。69の、0.69 の、80で、売りを、ストップを 0.70 ちょうどで、 0.69 の、40で、買い戻しを考えてみたいと思います。まあここまで、今日はですね、黒線が、下がってくるというふうに考えていな、まあ、いないと言いますか、ある程度、今日は買いで考えていましたので、これは、ドル円が売りだけれども多通貨ドルが上昇する、それであまり黒線は下がらない、ただドル円が大きく下落をした場合には、黒線を引っ張るだろうから、深めに刺すというようなつもりで今日は刺し値を置きました。それがことごとく入っているということで、やはり今日は大きくドル円クロス円のロングが、一回、まあ、切り殺されたといった形になったのかなというふうに思います。まあ、今晩でございますが、ドル円は戻り売りで、あとクロス円についてはもう一回引きつけて、あのイメージとしては買いで、考えた部分がございましたけど、途中、まあ、ドル円をですね、売りに変えたことから、クロス円を全部今晩オーバーナイトでは、戻り売りに変更をしております。この点だけご注意いただければというふうに思います。また今晩何かございましたらぜひよろしくお願い申し上げます。今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。